日本人にとって鶴は縁起の良い鳥。この神秘的で美しい生き物は人々に幸せと希望をもたらすと言い伝えられているの。だから折り鶴を千羽折ったら願いが叶うって信じている人がたくさんいるのよ。それがどんな願いでも、ほとんどの場合、平和や健康、家族の幸せを願ってだけれど、でもね、私の願いは違うのよ。